はい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 、皆さんこんにちは、神です。今日はですね、僕はイタリアのベネチアに来てるんですけど、ここにいっぱい何両編成かな、1、2、3、4、5、6両編成ですね。ちょっとあんまり面白い話もできませんので、イタリアのベネチアです。別になんかやることがあるわけじゃなく、ただ今日は休みになってるんで、せっかくだからじゃあ、ちょっとブラブラするかと思って、ね、適当な行動をずっと続けてるんですけど、まあ、イタリアでなんか美味しいもの食べてそれで終わり、それ以上のことはありません。まあ、今日は休日なんでね、休日の動画、4月以降私ちょっとね休日を取らせてもらおうかなと思いますんで、特に4月の上旬も全く動画の働きをやってもまあ意味がない時期がちょっとあるので、4月にしばらく休ませてもらうから、まあ、その動画の練習も兼ねられていると思ってください。まあ、これはこれで見応えがないわけじゃなく、まあ、だらだらちょっと気を抜いたね、いつもとはちょっと違う感じの動画でもご覧に入れられたら、まあ、それはそれで面白いかなと思ってます。向こうにはリアルト橋ね、前も1回障害してるからね、同じところ2回障害してもまああんましょうがないんですけど、まあいっぱい人がいますけど、でも夏の観光シーズンよりはマシなんですね。夏は暑いし蚊もいっぱいいるし、あんまりいいところじゃないような気がしますが、冬は随分違います。まあ3月の今頃はちょうどいいんじゃないですか。イタリアには花粉もあるそうですけどね。奥の塔が傾いてますけどね、あ、これなんかこう斜塔があるのかなと思ったら、ベネチアは地盤沈下が激しいそうで、大概なんかもう塔はほとんどが傾いてるみたいですね。ダメですよ、これはダメですよって言ったらあれなんですけど、大変なことだと思いますが、ベネチアの街もね、昨年の11月ですか、私が九州旅行とかやってた頃に洪水に見舞われまして、また大変なことになったんだそうです。4分の3が浸水したとかね。この街もまた人口の流出の歯止めがかからず、物価が上がって普通の人たちはもうベネチアにですね住めなくなってきていて、観光客だけのテーマパークと化してきている節があって、これもまたあまりいい現況、あまりいい傾向ではないそうです。これなんかもう斜めになってるの分かります？崩れるんじゃないかなとか思うけど、多分そういう心配はないのかね。面白いところだとは思いますけど、将来が心配になりますよ、いろんな話を聞くと。なんか仕事と思わないで動画撮ると綺麗だと思いますね。やっぱね、再生数ばっかりいつも気にしながらね、このシーンいるかなとか思いながらカメラ回してますんで、そういう視点から一回こうどけてですね、これなんかこう単純にこう街を見渡してみる、ここにカメラを向けることを目的とするんじゃなくて、見てみるとかえってそっちの方が面白いってこともあるんですね。意外と新鮮な気分で見られてます。向こうに見えますのがベネチアのサンタルチア駅ですけどね、これは前に皆さんにもご覧にいたことがあったんじゃないかと思いますが、まあ、この辺にね美味しいレストランがあるらしいですよ、確か。前に来たのはここだ、懐かしいね。これちょっと座席の配列がその時と変わってますけど、いや、このレストランがねすごい安くて美味しかったからまた来たいと思ってたんですよ。まあ安いかどうか分かりませんが、ベネチアで昨日ボンゴレビアンコ食べたんですけど、それで3500円ぐらいしましたんで、まあ、そういうもんなんですけれど、この呼び鈴、これがねここにこうありますけど、これ前の動画でも私映してたし、景色もその時と同じなのでここで間違いないようです。したらですね、YouTuber ってのは得するなと思いましたけど、私の動画も全部見てくれていたそうで、びっくりしました。前来た時の、私が何やってるかっていうのもご存知だったそうです。Oh, thank you. で、なんかね、具体的には言わないですけど、サービスまでしてくれて、いや、びっくりですね、こんなにしてくれるのか。前と同じやつ頼んでるじゃないですかって言われましたけど、よく覚えてるなと思います。まあ、動画見てくれたからかもしれませんね。でも、なんかね、私が紹介してここは本当に素晴らしいってことを言ったから、それで来たっていう人もなんかいっぱいいたみたいですね。まあ、ありがたい話です。今回も同じものを頼みましたけど、お、Thank you。 なんでそんなに日本語喋れるんですかって聞いたらね、日本人ばっかりが来るんだそうですね。まあ、今はそんなに日本人いないけど、つっても日本人も多いんですけどね、1ヶ月前なんかほとんど日本人でしたよ、そういうふうに教えてくれました。そうなんですね。同じものしか頼まないっていうのもなんかあれなんですけど、でも味を知ってるとやっぱそれを頼みたくなるんです。まあ、最もここだったらどれを頼んでも美味しいと思いますよね。次回に来た時のために自分の記録用にこの店の名前を記しておくことにしないとな。あ、でもそうだ、前回私の
あの動画の領収書、請求書かな、ビルのところにこの店の名前が書いてあったんで、それで結局分かったんですよね。前にパンに直接ね、ここにオリーブオイルをかけてしまって、あの随分みっともないことをしましたので、今回はちゃんとやりたいと思うんですが、オリーブオイルはあのこういうところに垂らしてね、それでパンをつけるようです。イタリアであのこういうものをこうパンが出てきますけど、つけて食べるのがまああのこうよくあるやり方となっています。またパンはイタリアではお通しです。レモンいつもね、どっちをこう上にしてかけるかってのは迷うんですが、あのこっちでこうやってかけるとね、よく視聴者から指摘されるんですけど、農薬とかがついてるって可能性もあるから、あんまり上にしないんですが、今回はこれ下にした方がうまいな。このイカスミパスタというのも前に来た時にここで食べて、その後イカスミパスタ発祥の地かな、翌日行ったんですが、その発祥の店に行った方があんま美味しくなかったですよね。まあ、美味しかったんですが、これを知ってしまうとあまり美味しくないと感じまして、なんでこんな美味しいのか分かんないですよね。もうとりあえずベネチア来たらここ行っときゃいいんじゃないかな、そういう当たりのレストランだと思いますよ本当に。私食事に関心がないみたいな話は、ね、いつもしてますけど、でも旅行するときに一番硬いのは、ね、食事だと思います。同じ観光地に2回行く人はいないけど、美味しいものは2回でも3回でも普通の人は食べたくないから、ね、なんか私の顔が変だなと思ったら、あのお歯黒を塗ってるわけじゃないんですけど、イカスミでちょっと黒くなってるみたいです。いや美味しかったですね。サービスもしてくれたしね、もうありがたかったね。あれでね、あんだけ食べてね、昨日の夜あのボンゴレビアンコスパゲッティ一皿食べて、3600円ぐらいだったんですけど、今日はね、いくらだったかな、あんだけたくさん食べましたけど、ムール貝のワイン蒸しでしょ、それから、山盛りのスパゲッティと、それから、まあ、スパゲッティ2人前ぐらい食べたわけですね。それからあの大きなお皿に乗ったあのカプレーゼみたいなの食べて、それで39ユーロですから、まあ4200円とか4500円、まあそんぐらいかなと思いますけどね。あの安いですよやっぱり、それってあのベネチアの中ではもう極端に安いと思います。だからそれで、まあ、しかもちょっと他にもね、あのいろいろサービスをしてくれたんですよ、飲み物とかね。だからあのもうこっちからも、もうその分あの動画も撮らせてもらえてるし、もう嬉しい限りなんで、たっぷりチップも渡そうと思いまして、39ユーロに対してあのチップは20ユーロも渡したんですが、でもあのそれももうお互い信頼のおけるところだからね、日本人はちょろいなんて思うような人じゃないからこそ、ああいう風に、ね、安い値段でやってくれてるんで、たまにはそのお礼をね、あの勝手に日本人代表して渡すのもいいだろうと思って渡したら、あのこう喜んでくれました。まあそれはもちろん喜んでくれるし、それからあの送るときもね、またあのまた来てねみたいなこと言ってくれました。こっちからもあのまた来ますよとか言いたかったんですけど、ちょっと降りるときに、あのまだ降りるときで出るときに少し忙しかったもんで、どうしようもなかったところもあったんですが、まあでも良かったな、また来たいなと思えるようなところがヨーロッパにもできて良かったです。明日でも帰りますけどね、またあのベネチアに何かのベニスシンプロンオリエントエクスプレスかなんか乗ってくることがありましたら、その時は寄ってみましょうかね。もうそれだけできれば十分です。あのこの美しい景色も素晴らしいけれど、それは一回見られりゃ十分かもしれないからね。まあ、あのでも美しい景色を見ながらのあそこのレストランを目指す、道中もそれはそれで楽しかったですよ。東洋のベニスってなんか2つぐらいあるらしいんですけど、あの堺、大阪府堺市も、東洋のベニスなんだそうです。ただね、私あの大阪の堺に行ったことがありませんので、なんとそんな こんなね素晴らしいところなんだったら、ちょっと堺にも興味が出てきたから行ってみたいななんて思うところでもあります。また、小樽もですね、あそこは北洋のベニスとかそういう風に呼ばれてるらしいんですけど、小樽もまた、ベニスみたいな感じになってるらしいですね。本当かなと思いますけどね、こんな素晴らしいところ、小樽ってこんなとこじゃないですよ。いや小樽は小樽でいいところだと思いますけどね、でもこれはちょっと違うんじゃないのかなと。小樽運河とね、このベネチアのこんな感じのね、もう今に根ざしているこの運河とはね、全く違うんじゃないかなというふうに私はとても思いますね。これですが、今 TAXI と書いてあります。あれタクシーらしいんですけどね、タクシーですよ。あのベネチアの街はもうやっぱり自動車の乗り入れというのができないんだそうです。さっきあの電車で持ってこのベネチアに上がってきたんですが、ここ島なんですけどね、ベネチアってね、あのここまで電車で持ってきたんですけど、そこまでアクセスするのには自動車の道路ってあるんですが、島の入り口から先は自動車全く通ることはできないということになっておりまして、
そしてこのベネチアの中はもう基本的に徒歩での移動、そうでないもの交通手段はといえばあそこであのようにわわわとこう動いている船、ゴンドラというのは観光用の、まあ、こう何十分何円みたいなのなんですか、こう連絡船とかとは違う、まあ、観光バス的なそういう存在みたいですね、観光船とか遊覧船、そういう言い方が一番適切でしょうか。あの橋もですね、人間しか渡ることができず自転車の通行さえ禁止になっているほどだということでございます。ちょうど夕方ですからね、こんな風に。